今日はですね、ラオスにもスロットが来てしまったということでお伝えしていきたいと思います。日本のスロットですね。まあ簡単に言うとベトナム形式かなと思うんですけど、まあ行ってみないとですね、どんな形態でやっているのかっていうのがわからないので、今からもう実際に行ってみます。では行きましょう。見つけました。これですね、ギャラクシーゲームルーム。明らかに日本のスロットパチンコの画像があります。ここにあるっていうことですね。もともとビリヤードのお店のこの2階にあるのかもしれない。撮影許可も出たんでちょっと見てみます。でですね、このまずカードをですね購入して、ピッてやって OK で、このカードが100ポイントで35万キープ。とりあえず100ポイントぐらい回してみましょう。おいおい、ということでですね、100ポイント北斗を回してみました。まあ今回は何も起きませんでした。35万キープで100枚ですね。日本のスロットでいうと100枚。35万キープっていうのが今だと2341円です。まあ円で考えるとちょっとややこしくなるんですけど、1000円ちょっとで50枚。だから日本のレートとそんなに変わらないですね、今のキープと円のバランスだったら。で15ドルとあと1000バーツって言ったら500バーツかで、少しキャンペーンやってて、1000バーツだったら200ポイントプラス100ポイントみたいなことを言ってたんで、ドルのキャンペーンやってるのかな。まあとにかく200ポイントを買えば多分100ポイントついてくるみたいな感じだったと思います。で肝心のですね、換金に関して聞いてなかったんです。でまあ、そこの辺はちょっと本格的に行った時にまた聞いてみようかなと思うんですけど、基本的にはギャンブルはダメだと思うんで、この国は。だからなんかまあこうやって動画に積極的にギャンブル系として載せるのはまずいような気がします。まあ、基本的にはただのゲーム上ということで紹介したいかなと思います。まあ昔の機種ありましたね。北斗とか吉宗もあったかな、ゴッドとかもあったし、まあいろいろありました。その辺もまた本格的に撮影するときにですね、見てみようかなと。肝心の場所についてはちょっと地図を載せておきます。 Google マップのリンクも概要欄に貼っておきます。まあ、ホテルの前の、まあ、一角にあるって感じですね。まあちょっとまた来る機会があったら撮影してみたいと思います。